この番組は今日もスポンサーの提供だ。お疲れ様です。はい、どうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスノ兄さんマホンでございます。今日もよろしくお願いします。今日ね、何やってっかと言いますと、先日ですね、こんな感じで、皆さんの好きな、お好きなスクリーマー誰ですか、デスボイスシャウト使うアーティスト誰ですかっていう、アンケートを取らせていただいたんですけれども、これはね、集計が終わったんですよ。ついにね、終わったので、今日その結果発表ということで、お楽しみいただきたいと思っております。まあその前にね、大前提としてアンケートをね、取らせていただいたのが、僕のリスナーさんがメインだし、その周りの人がメインなんで、正直ね、偏りは全然あると思います。あくまで、僕のリスナーさんとその周り、において、人気があった、方々っていう感じで受け取っていただけると、幸いかなというところでございますね。とりあえずね、皆さん本当にご協力ありがとうございました。アンケートのご協力ですね。本当にたくさん、投票いただきまして、人数で言うとね、もうガチで300人以上もらっちゃって、サイクロンがパンパンになるぐらいの、この通路のここのまでパンパンになるぐらいのですね、人数の投票をいただきまして。でね、お一人様3票までっていうことだったんで、もう危うく1000票いくところでしたね。本当に。1000はちょっと、AKB とかそういうのも選挙のやつだから、その単位になってくるとね。知らんけど。ということでね、嬉しい悲鳴をですね、こう、ってあげながら、集計させていただきましたんで、皆さんが選ぶ人気スクリーマー、結果発表お楽しみいただければと思います。行ってみましょう。はい、ということでトップ10をね、まず発表していきたいと思います。はい、じゃあ10位、ノクターナルブラッドラストのヒロさんでございます。入ってきますよね。ここは入ってくるところだと思いますよ。やっぱりその、いろいろ彼もスクリームを使う人ですし、あとはね、その安定感もすごいんですよ。もちろんそのライブとかも含めてね、安定感もすごいんで、そのあたりが評価されてのランクインっていうことですね。ほんとね、歪んでる感じもね、めちゃくちゃこう、均一な感じですごい綺麗だし、で、安定感っていうのはね、すごく僕も同意というか、皆さんと同じことを思ってて、ライブとか見るともう信じられんぐらい安定してんの。なんか、めっちゃ真顔なのよ。いやーじゃーき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 ゃーみたいな。なんか信じられないぐらい真顔でこうやってらっしゃるから、すげえなと思って。もう、どっしりやなと思って。いつもそこにこう、僕はね、目線が行ってしまうんですけれども、そんなヒロさん、トップ10入れでございます。はい、じゃあ第9位。クラウドオブリベリオンの、宮田大作さんでございます。劇場系というかね、なんかエモさが評価されて、堂々の第9位ということで、わかる、エモいっすよね。大作さん、シャウトエモいんだよ。本当に。エモエモのみの全身エモ人間だから、あの人。多分。全身エモ。ミドルピッチのスクリームが多い印象があります。ミッドローぐらいのところのレンジが多いかなっていう印象があるんですけど、もうね、ゴン太ですよ。もう、カッて。ゴン太のスクリームをね、使ってらっしゃいますね。ローとかもグリッグリですよ。もうすり鉢みたいな。落としてますからね。クラウドオブリベリオンって、割と長いバンド名なんですけど、通称リベリオンとか、僕ね、ACOR って書いて、アコアって呼んでたんだけど、略称ね。アコアって呼んでたんだけど、ACOR って読むらしいっす。ギターボーカルの小林さんが教えてくださいました。だから、公認で ACOR って読むらしい。そんなリベリオンの大作さん第9位でございます。次8位。ここも強いとこですね。フィア&ロージングインラスベガスの南さんでございますね。ここも入ってきますよね。彼にもね、いろんな方が投票してましたよ。やっぱりその声の豊富さと、安定感。これもね、ライブとかも含めてのことですけど、安定感とか、さらって出してる感じというかね、その瞬発力、シュッってこう、出てくる感じみたいな。そのサラッと感とかもすごい評価されてるみたいでしたね。で、やっぱすごいね、いろんなテクニックとかを駆使されていて、もうすごいトリッキーなんだけど、そこに裏付けされた半端じゃない安定感がやっぱ彼の持ち味かなって思ってて、なんかもう本当にね、うまいのよ。なんか、色物っぽいかなって思う人もいると思うんですけど、めちゃくちゃうまいんですよ。うまいっていう言葉がめちゃくちゃ合ってる人だなって個人的には思います。もう、ライブもこんな動いて、声はもうずっと言って、みたいな。もうめちゃくちゃ安定してるんですよ。稲葉の物置張りの安定感あります。9位。ブロークンバイザスクリームのイオさんです。はい、この間ね、動画でも取り上げさせていただいて、そこから知りましたっていう方もですね、非常に多く私の方にメッセージいただきまして、動画作ってよかったなってね、ちょっと、
思ってるんですけれどもね、このトップ10入りでございますよ。ちょっとネタバレになっちゃうけど、今回はね、このトップ10の中だと、こう1点でございます。女性1名だけだったんですけれども、見事ランクインということで、そのロックアイドル感のあるルックスから、放たれる猛獣みたいな、猛獣みたいなグロール、まあ、そのまあ、ギャップというかね、そのあたりに皆さんやられてるというか、魅力を感じているみたいですね。とは言うもののですね、まあ今後また動画にするかもしれないですけど、要着目なのは、グロール以外もね、彼女すごいですよ。いろいろな声を操る人で、グロール以外にもですね、ぜひ皆さん着目していただきたいなというアーティストさんでございます。これなんかカップラーメンの CM 出てましたよ。そこでなんかいろいろやってました。すげーっつって。皆さんぜひご覧くださいね。ということで、予算7位でございます。はい、じゃあ次第6位。はい、デクスコアの鏡でございます。はい。もう彼に関してもですね、動画で取り上げさせていただいてますし、一回コラボさせていただいたりとかしてるんですけども、コラボをね、させていただいて、いろいろな音のやりとりとかをさせていただいてるときに、僕も、率直に思ったし、皆さんも、その点を、なんだろうな、その評価ポイントとして置いてるみたいなんですけど、まあね、天才なのよ。天才でしかないのよ。マジで。もう何でもできるっていうか、音楽の人なんですよ。もう何でもできちゃうっていうその万能感。がまずあるし、あとまあこれは僕も前ね言ったことあると思うんですけど、クリーンとそのシャウトのギャップね、振り切り方がすごいんですよ。シャウトのクオリティめちゃくちゃ高いし、すごいブルータルな声出すし、出すのに、クリーンはもう川のせせらぎみたいな声。いい意味ですよ。すごいクリアな感じみたいな。そこのギャップも皆さんやっぱ好きみたい。僕も好きなんですけど、好きみたいですね。そんな鏡第6位でございました。次第5位。ヒステリックパニックのトモさんでございます。ここへ来てヒスパニートモさんっていうね。これね、僕ね、ここのにね、トモさん来るの面白いなと思ったんですよね。多分ね、やっぱヒスパニっていうバンドってすげえ唯一無二っていうか、もう個性の塊みたいなバンドじゃないですか。だから、やっぱそのファンの方もすごいコアな人も多いのかなっていうのもあって、すごいその根強いファンの人の愛がこう伝わってきましたね。この集計をしてる時の、愛だな、みたいな。ラブを感じると思って。その結果の今回のこの5位っていう感じになったと思うんですよね。で、皆さんの評価ポイントとしては、やっぱりその種類の豊富さと、あとはその声自体のエグさっていうところに結構票が集まってたみたいで、まあね、確かにね、なんだろう、わけわかんねえんですよ。国内屈指のわけわかんなさなんだよね。曲すげえポップなのに、なんかシャウトだけ、あれ様子がおかしいみたいな。で、音もエグいし。ものすごい特徴的な人だなって思うんですよね。まあ、そんなところが皆さんの好評を博して、第5位と、堂々の結果でございました。第4位に詰まってきましたね。クリスタルエッグ、りょうさんでございます。いやー、やっぱメタルコア界の重鎮はここに入ってきますよね。いや、りょうさんはね、本当にね、やっぱテクニックがね、本当に半端じゃないんですよ。重いしね。ククッつって。めっちゃ重いし、重いけど、楽に出してんですよ。もうその辺も含めて、本当、テクニシャンなんですよね。でね、やっぱね、そのメタルコアって、日本の中だとやっぱり、まだまだそのアングラなところがあるじゃないですか。シーンで言うと、やっぱそのメジャーな音楽とかと比べちゃうと、ギュッて結構市場は狭くなってしまうと思うんですけど、でも、もう、そんな、関係ないつって、クーつって、もうそんな感じで、獰猛なスクリームで、いろんな人に多大な影響を与えていますよと、ところでございますね。まあやっぱ多分今メタルコアとかそれに類する音楽やってる人って、少なからずりょうさんに影響を受けてたり、ほとんどの人がね、影響を受けてたりとか、リスペクトあったりとかするんじゃないかなっていうぐらい、シーンにとってのその結構核となる人だと思いますね。そしてじゃあいよいよトップ3、ここから入っていきますよ。第3位。マキシマムザホルモン、大好きなんでございます。まあね、予想してた人も、いたんじゃないかなって思います。やっぱり、大輔飯って、大輔飯でいいの大輔飯さんって言わなくて大丈夫。大輔飯って、やっぱ、すごくその、唯一無二なんですよね。やっぱなんか代替品がないというかね、代替できないというかね、そういう存在だと思うんですよ。まあその声的に。その独自性がすごく評価されて、今回トップ3に入ったっていう感じだと思うんですけど、まあ、基本的にやっぱハイとローなんですよ、大好きなんて。ハイとロー、この2個をとにかくぶん回すっていう。それでもう、有無を言わせないみたいな、そういうスタイルだと基本的には思うんですけど。両方、まあほんと特徴的で、なんですけど、ハイもすっごいやっぱ特徴的なんだけど、どっちかというとローがね、僕はね、よっぽど特徴的だなって思っててさ、なんだろうな、ローではないんだよな。ローですよ。ローなんです。大好き班のレンジの中ではあれはローなんですけど、ローだし、ハイだし、ミドルじゃないみたいな。わかりやすなんか、いろいろ聞こえんな、みたいな。
いろいろなやってんねみたいな感じの音色するじゃないですか。いやまあすげえ特殊だと思いますよ本当に。あのだから感じをさ完全にコピーするのって僕もまあちょっと正直厳しかったりするんで、それっぽくはできるけどね、それっぽくはできるけど完全あの感じってのはまあ無理よ。まあホルモンがねあの存続するスタイスキャンという存在が存続する限りっていうのはこれはもう不動の地位だと思います。はい、じゃあ2位です。リンチの葉月さんでございます。ボスが来ましたね、ボスが。先日ね、動画でも、取り上げさせていただいたんですけれども、まあ、やっぱ皆さんも、艶やかなさ、クリーン、そして、けたたましいシャウトね、その、二面性、二極性っていうか、そのあたりにやっぱり皆さんも魅力を感じてらっしゃるっていうのが、よく伝わってきました。しかも、そこに合わせ持つ、聞きやすさね、この耳馴染みの良さね。実家のような。あ、馴染む。馴染むなっていう感じの、聞きやすさも合わせ持っちゃってるっていう。まあ、本当に、超低音のガテラルから超広域のね、スクリーチまで、レンジはこう幅広いんですけれども、とにかくこう歪みが均一で美しい。で、しかもさ、まあまあなんかその、これぐらい、ね、トップ10に入るぐらい人気な方々になってくると当たり前かもしれないんだけど、やっぱライブのパフォーマンスもすごいんですよね。まあ、うまいと思うじゃないですか。ある程度のハードルあるでしょ。うまい人のライブ見に行かせていただくときって、あ、うまいんだろうなーって見に行くじゃないですか。で、見てみたら、あ、うめっ!うめっ!ってびっくりしちゃうみたいな。っていう現象が起きるんですよね。それぐらいこう、クッて、このファンが設けたハードルをキッて超えてくるっていう、本当にストイックな方でございます。リンチの葉月さん第2位でございました。そして第1位ディラン・グレイ・キョウさん。でございます。まあ、そうよな。今みんな知ってたってコメントしてるでしょ?今、コメント欄で知ってたつって。まあですね、票数が多かったわ。キョウさんは。本当に票数が多かった。まあこれはもう理由はいらないというか、もう、だってもう皆さんも理由ね、送っていただいたんですけど、神だからみたいな、そういう、そういう理由だったもん。理由になってないもん、それもう。すごいからすごいです、みたいな。そういう感じのが多くて、全員語彙力なくなってました。いやもうなんかそういう存在ですよ。でももうそれでしかないよね。もう京さんという存在が説得力だから、もうこれはしょうがないんですよ。まあね、一応言語化するとすると、自由自在にその京さんがこういう表現をしたいと思ったら、それに合わせて声が自由自在に変わっていく。そしてその結果こう、下から上までこう、超ね、ホイするキャーっていう声から、ってこうすごい低い音まで、出るみたいな。その自由自在すぎてっていう部分ね。もうなんか可能性が無限大すぎて、まあ、テクニックがすごいんですよ。テクニックがすごいんですけど、もうテクニックでもないよねっていう。そういうレベルじゃないよねっていうので、まあ多分ランクインしてるんでしょうね。本当になんか超越して、第1位でございました。はい、ということで以上トップ10発表してまいりました。いかがでしたでしょうか。皆さんの、推し入っておりましたでしょうかね。まあ本当にそうそうたるメンツっていうか、あ、名だたるメンツ、本当に濃厚な10人。この10人で同時にさ、シャウトしたらどうなるんだろうね。地震とか起きるんかな、やっぱさすがに。いや、すごい10人だったと思います。でね、もちろん今回、ご紹介、この動画の中でご紹介したのは、トップ10っていう感じでご紹介させていただいたんですけども、まあもう本当にたくさん票いただいたんで、いろんな人にばらけてるんですよ。いろんな人にばらけてて、集中した、10人っていう感じだったんですけれども、他のね、こうばらけてしまった人の中にもね、やっぱそうそうたる、メンツが名を連ねているので、まあそれもね、後日、もうちょっとこう、この動画の中で、さささじゃなくて、もうちょっと丁寧に紹介したいなと思ってるので、後日それは紹介させてください。ね、こういうのってやっぱその、日々っていうか、年々変わりゆくものだとは思うので、皆さんがね、ぜひ面白かったとか、高評価とかいただければ、2020年以降、2022年以降か、とかもね、タイミング見て、できたらななんて思っておりますので、ぜひ今回の動画良かったよという方は、高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。という感じで、デスノーリーさんの本がお送りいたしました。ありがとうございました。バイバイ。